ちょっと待って、おお、これか噂のロングモロというやつは。うん、あの敵あれじゃん。どうするか、よろするか。ここでいいのか。誰もいないぞ。誰もいないじゃないか。なんだ、俺どう言えばいいんだこれ。他に助かりました。謎なんで。あの偽物たち、俺たちの真似をしてるんだよな。すると、あの下品なリーダーがロイドね。そっくりじゃない。あの少女がコレットで、魔法使い風なのは私でしょうね。え、じゃあ、あの猿みたいのはジーニアスなの？違うよ、きっとクラトスだよ。何も言えないんだな。なかなか面白いな。クラトス、なかなか面白いな。ディレディレディ。クラトスになんかあんまそのなんか昔そんななんか面白いイメージなかったんだけどな、そんなに。なんか真面目な、すごい真面目な感じのイメージがあったけど、なんかあれだな。なかなかいいんじゃないか。おい、ちょっとどいてくれない？俺はここからの。どうにかしてくれ。よかった。てれ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 。よく石に投げつけたよな。なかなかすごい、ほんとに。てれ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 。おい、ニーラどう言ったんだ、その噂の。殺されたのか。いや、あれなんか、あの、そのなんかぶたらってた時、あれかもしかして、なんか首絞められた時になんかやれたのかもしかして。そうか、その可能性高いな。だとしたらとんでもない残虐性が半端ないぞ。許しがたい。あれだな、ここでいいのか。お、始まった。なんか分岐あった気がするんだよね、なんかね、確か。ロイド。はいはい。ああ、この光景見たことあるぜ。イセリアだけじゃなかったんだな、人間牧場ってのは。もうマーブルさんのような犠牲者を出したくないよ。ああ、もう犠牲者はいらない。行くぜ、ジンギアス。よし、行くとするか。どうに言えばいいのこれ。お待ちください。お、ここにいたのか。ショコラって名前聞くとなんかすげえ甘いもの食いたくなるんだよ、なんか。それはまあ、あいつちょっとまあかなり反抗的だったからね、ちょっとね、去っていただきたい。そうだ、罠か。どういうことなんだ。そうなんだ、それが有害ではないから有益存在なのか。おっしゃる通りです。罠にはめをしてる。まさかそんなことがあっただなんて。どうしてそんなこと。こんなからじゃなかった。みんなこと考えておられたのです。クララさんも失った時も、もう誓っておられたのに。どうして。防御に整してミカさんの身は危険です。ああ、ここを捨ておくべきだろう。見過ごすことなんてできない。このままにしておいたらパルマコストも見せないみたいに放浪されちゃうかもしれない。ああ、なかなか難しいあれだな。そんなのダメだよ。目の前の困ってる人を助けることはそんなに、そんなすぐだろう。それを止める権利はなくてよ。なるほど、ロイドもそれでよろしい。しかし正直に牧場に突入して、ああ、ドアの芯を確かめること。なるほど、何をするのです。聞かない方がいいよ。おお、よくぶっ飛ばされてんだ。ドアを押さえるのが正解だろう。ロイド、ああ、これまあ、なるほど。まあ、例えば結構いろんなあれだね。まあでもそのまあ、まあクラトスのちょっとあれにやっとくか。ちょっとまあちょっと手間がかかるけど、
たまには冷静な判断してくれるので、行くぞ。まあそれがまあ順番というかあれだろう、なんか。まあそのコレット寄りみたいな、そういうのがあるんだけど、その選択肢に、選択肢のあれが。まあいろいろあるんだよ、そうだね。誰寄りへで行くかみたいな。戻ってきたぞ。てれてれてん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 。さあ、ダンブルドアズどうにかしなきゃいけないな、ちょっとな。ダンブルドアぶっ通すのが。なんか怪しそうな、怪しそうな空気はちょっと出したけどな、若干な。さあ、ここか。どうせいないんだろう、誰もいないな。下が怪しいね、なんか、右のとこ。声が聞こえるよ。聞こえねえけど。よし。行くとするのか。行くとするのか。おお、やばそうだね。ああ、ここに隠れるんだ、ちょっと。何をしてるんだ、君は。クララはいつになったら元の姿に戻れるのだ。まだだ。まだ金塊が足りないからな。だんだん少なくなってくるな。これが精一杯だ。通行税に住民税、マーテル教会からの献金、これ以上どこからも絞り取れん。まあよかろう。次の献金次第ではマグニス様も悪魔の種子を取り除いてくださるだろうよ。お父様。もう少しだ。もう少しでクララは元の姿に戻れるのだ。旅業の料金を底上げして。どういうことだ。なんだよその面は。まるで死人でも見たような顔じゃねえか。ねえロイド、そのセリフありがちだよ。うるせえ。なぜ巫女たちがここに。ニール、ニールはどうした。ニールさんはいなくてよ。そっか、ニールが裏切ったのか。あんたの奥さんがどうしたってんだ。人質にでも取られているのか。人質だと笑わせる。妻ならここにいる。なるほど。うわっ、なにこの化け物。泣いてる。あの人苦しいって泣いてる。化け物なんて言っちゃダメだよ。まさか。そうだ、これが私の妻クララの変わり果てた姿だ。だから亡くなったことにしていたのね。父が愚かだったのだ。ディザイアンとの対決姿勢を見せたために先代の総督だった父は殺され、妻は見せしめとして悪魔の種子を植え付けられた。私が奴らと手を組めば妻を助ける薬をもらえるのだ。それじゃああんたはこの町の人を裏切ってるんじゃないか。知ったことか。所詮ディザイアンの支配からは逃れられん。コレットが巫女が世界を救ってくれる。巫女の再生の旅は絶対ではない。前回も失敗しているではないか。それにこの町の者は私のやり方に満足している。ただ私がディザイアンの一員だと知らぬだけだ。黙れ。何がお前のやり方だ。あんたの奥さんは確かにかわいそうさ。でもな、あんたの言葉を信じて牧場に送られたばかりに、あんたの奥さんのようにされた人だっているかもしれないんだぞ。黙れ小僧。自分だけが正義だと思うな。ふざけろ。正義なんて言葉チャラチャラ口にすんな。俺はその言葉が一番嫌いなんだ。奥さんを助けたかったなら総督の地位なんか捨てて薬でも何でも探せばよかったじゃないか。あんたは奥さん一人のためにすら地位を捨てられないクズだ。ロイドやめて。みんなが強いわけじゃないんだよ。だからもうやめてあげて。コレット、その薬っていうの私たちで取ってきてあげよう。そうしたら総督だってもうディザイアンの味方にならなくてもいいんだから。私を許すというのか。あなたを許すのは
私たちではなくて町の人です。でもマーテル様はきっとあなたを許してくれます。マーテル様はいつでもあなたの中にいて、あなたの再生を待っていてくださるのだから。私の中、バカバカしい。なんだこいつは。おお、人間ごとき劣悪種にマーテル様が救いの手を差し伸べてくださることはありません。何をするんだ。お父さんでしょ。どうしてこんな。ふざけるな。私はディザイアンを滑りご聖人が治すフロネーマ様のしもべ、ご聖人の一人であるマグニスの新たな人間培養法とやらを観察していただけ。優れたハーフエルフである私にはこんな愚かな父親などない。愚かな父親ですって。愚かではないか。娘が亡くなったことも気づかず、化け物の妻を助けようとありもしない薬を求めるなどと。こいつ許せない。張り倒すか。なんなんだそれは一体。こんな野郎。おお、よし一気に行くぞ。こうなる。これだ。間違えた。間違えてしまった。この野郎、一気に行くぞ。俺たちがひたすらこのパルマコスタチオをひたすらも永久的に往復したこの我々の、そこに得た我々のこの力というものを見せてほしいな。今度はしかし俺はちょっと回復しねえから、何も回復しねえからちょっとまずいぞ。お、結構まずいぞ。まずいぞこれは。しっかりちょっと補充をしないと。これ地味に食らってんな。おじゃまずいぞ。ちょっとどうにかしてくれ。よし、この野郎、あれとんでもねえな。恐ろしい技。それを出したらもうあれだけど。おおね、こいつなかなか強いな。まあ、本当はここにディフィルがいてくれる。おお、なんか進化してしまった。なんてこと、第二形態。まずいぞ。まさかの第二形態が来るだなんて、ちょっとそれ聞いてない。それ何も聞いてない。マジンジェガスなんか、これマジンジェネガス？ちょっとジーネスがあるか。これ誰、どっちが使ってんのこれ。俺にちょっとあれは。こいつか。ああ、なんてこと、間に合うんだから。お、皆様方、ちょっとマジンジェネガ、俺なんか、状況が。まさかのボス戦があるだなんて。これだからちゃんと回復して、うん、今じゃす、あ、今あれだったな。はい、ほい、よし、まあいいだろう。お、めっちゃ食らうんだ、めっちゃ食らうんだが、ちょっと待って。これはそのままちょっとあれ使ってくれ。これだ。よし、ちょっとその間に、よし、おぶねー。どういう状況だこれ。まずいぞ。お、俺がやられた。俺がやられちまった。これマジ、これの状況まずいだろ。こいつどんだけ強いんだこいつ。まずい。俺が止めるしかないよ。俺が止めて、それでさらにコレットにこう、ちょっと俺が壁になり、俺がちょっと壁になりつつ、いで。まずいぞ。危険極まりねえ。やられた。ガードしたが。なんということ。俺が培ったものがここでこんなことになるだなんて。よし頼むぞ。お前らちょっと一回引いてろ。こいつこんなことが、おお、なんかすごいことになってるぞ。すごいことになっている。オレンジ組だ。よし、おお、なんとつ、こいつどんだけ粘るんだこいつ。ちょ、スペクター使ってみるか、ちょっと。ちょっと待って、マジでマジで、それはマジで本当に。一個しかない。冷静になれ。冷静になれ。一回俺はここで回復しろ。よしよしよし。この。よし。やられちまった、クラウドさんが。クラウド掃除さんがやられちまった。これだ。792、あるちょっとだ。あるちょっと。あるちょっと。
アルドットランダーアドラッキューじゃねえ。うおー止めろー、こいつを止めるんだ。うわー止めてくれ、こいつを止めるんだ全力で。うおー止めろ、俺を隠すんだ、俺を隠しろ、俺を全力で隠しろ。そうすればよし、あぶねえ。おなんだこの強さは、おなんだこの強さは一体、バカな、こっちのセリフだ。ほんとせめてこの怪物を放ち、お前たちに死を。またかよ、また辛い思いをしている人を倒さなきゃいけないのか。本物の娘さんは無事らしいぜ。安心しな。ロイド。そうか。ロイドと言ったかね、君。ああ。先生、早く治療してあげて。ショコラを助けてやってくれないか。お前たちをおびき出すため利用された哀れなあの娘。認識番号は3341だ。わかった。それからこれは勝手なのだが、もしもどこかで妻を助ける方法が見つかった、妻を人間の姿に戻してほしい。娘が戻ってきたとき、一人でもかわいそうだ。わかった。ありがとう。そろそろ行こうか。言い方はないだろう。落ち着けロイド、我々がなすべきことは、ショコラを助け、この辺りを支配するマグニスを倒すこと。その通りだ。分かってる、あんたの言う通りだ。すまない。行こう、ディザイアンを倒そう。私の癒しの術は人一人救えない。先生、何か言った？いえ、何でもなくて。とんでもない展開だったのどうなのか。まあ、わらわらそれでも行くしかないんだ。これからどうするんだろうな、この町は。おい、なんということだ、ダンブルドアは。皆様とこれからどうするんだろうな。いや、しかしあいつとんでもない強さだったな。ロイドは正義という言葉が嫌いだったんだ。なかなかでも深いな、いろいろと。なんか話を聞いていろいろと考えさせる部分があった。どうしてドアさんに嘘をついたの？哀れに思えたからかもしれない。自分の娘がこの世にいないなんて知りそうな人間に言えないだろう。そうだよね。でもあの人うすうす気がついてたんじゃないかな。え？だったらどうして俺にあんな質問を？それはあの人が父親だからだと思う。父親？うん。子供の無事を願わない親なんているはずないもの。俺の両親もそうだったのかな。お、ショコラがそうだ、さらわれたんだな。そうは助ける。
わかりました。よし、ちょっと買っていくか。ちょっとありとあらゆるもの買っていかないと、ちょっと危険だからな。アップルグミも結構必要だべ。これはいいか。まあ、まさかのこれがなくなるっていうのは。結構高かったつもりだったんだけどな。お、子供を思う親の気持ちってすごいんだな。そのようだな。母さんはディザイアンから俺を守って死んだのかな。お前は母親が亡くなった時の記憶がないのか。俺まだ3つだったんだぜ。ほとんど覚えてねえよ。そうか。ならば気に病んでも仕方なかろう。亡くなった母の分まで生きるしかないだな。そうだな、我々生きるしかないのだ。謎。ディザイアンはどうして人間をあんな辛い姿にしちゃうのかな。そうだな。どうしてというよりもどうやっての方が私は気になるわ。どうやってか。知らぬ方がよかった。そんな真実が隠れているかもしれないな。さあ来たぞ、パルマコスタ。ディリディリディって言って何も知らないでください。想像はつきます。私を連れてください。わかった。そうだな、対策を立ってから行動を起こす必要がある。対策を立ててからどうすればいいんだ。おお、なんかこんなとこ、おお、普通に人がいる。おお、やばいぞやばいぞ。これどうすんの、これぶっ飛ばすのか。見つかんじゃねえか俺なんか。おお、いいのか。あれでも普通に戦えんだね。なんか普通に見つかったらなんかもうまずいみたいな、そういうあれじゃないのか。じゃあ別にいいか、とりあえず。まあちょっとじゃあいろいろ見てみっか、せっかくだから。ディリディリテンテンテン、ここか。これか。334じゃっけ。よし、さあ行ってしまったぞ。お待たせ、でも広いところで来たな。おお、敵がいる。右はどうだ。右はいけない。じゃあサクッといくか。じゃあ、おっ、よし、テレテテンレレレレレ、へい。さあぶっ飛ばすぞ。この野郎ずいぶん硬いんだよ。いや、前のあの前のボス戦リュウリだら結構安定したと思う、絶対安定したと思うんだけどな。まあでもそういうこともあるけど、それも人生でしょう。器が知れたな。それも人生、何が起こるのかわからん。とっとと片付けちまおうぜ。そうだよ、こんなところ長くいたくないよ。確かにいい気分ではないわね、ディザイアンたちの施設にいるのは。ああ、急ごうぜ。そうだな、サクッといくか。追っかけるのは俺を追っかけるんじゃない。テレテテテヒェテレテテテテテテテ、この野郎め。おい、あ、なんかできるの、なんかあの上がなんかパワー、なんだなんか力があってんのか、なんだなんかやった。テレテテ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 、よし、これだ。なかなか敵硬いな、なかなか恐ろしい硬さを持ってんだよね。我々は気をつけない。なんであいつ後ろ向いてんだろう。壁を向いてるってどういうことなんだろう。おう、メモリージョブじゃないの。メモリージョブ来たわ。おう、テレテレテテテ、なんだこれは。昨日が変化した。はあ、レーダーみたいね。おお、なるほど。それやることによってモグニス倒してるな。マグニス倒すのがあるね。あれこっちもあるじゃん。あれなんなの一体。なんかワープソース的な。おお、おっとっと、なかなかいろんなとこありそうだね。まず片っ端から行ってみるか。ちょっと、うわ、なんか人がいっぱいいるぞ。捕まってんな、助けてあげようよ。今やんな方がいいんじゃないの。私に任せてください。バイオベースみたいなことないかな。バイオベースな状態がちょっとあれだ、行われている。どうせ逃げないのか。これあげるよ。
なんだこれ、そこで拾ったんだ。ほーん、へへへ、ブルーカード。もうずいぶんなんかいろいろあれだな。いい子供だ、将来が楽しみだな。てれ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 、広いね、これ。なんか落ちてんじゃないの、もしや、どっかしらに。何も落ちてないか。てれ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 、正面、多分、あ、正面いけないんだね、きっと。まださっきのちょっとエリアも戻んないとな。おー、これ運んで、なんか光ってんぞ。ねえ、これ謎のあれ。おう、メイジクローク。ああ、これ持ってこいってこと。あれ普通にいけんじゃん、普通にいける。ああ、ここに全部、ああこれに全部持ってこいってこと。足場を作って、そういうことか。あっちでもなんかあるじゃん。ほう、あ、これ多分なんかリセット的なあれかな。あれこうなんかあるんだ。あ、これはこれでまたなんか別でなんかあるんだ。はあ、よいしょ。えい、おう、これなんだ、白銀。あれこっち、あれこれどっか行ったっけ。ああ、これあそこか、こっか。あ、なるほど、ここに繋がってんだ。これはこういうこと。おお、お、連戦とは、はあ、あー、そうやって足場つくんだ。なるほど、はあ、はあ、なんだこれ、リフレッシャーだな。魔科学、怪我が治してくれる。恐れながら全部あれだな、リフレッシュ。あ、いいですね、それはいいじゃないか。パープルカード、意外的なの落とすんだな。なんだ、ちゃんとあれか、調べないと。買い物もできんの、なんて優秀なんだこいつは。またのご利用お待ちしてますからね、みんな頑張ってね。君たちのあれを待ってるよ、成功を祈ってるからね。キノピオ、キノピオ、いいやつらだ。あ、なるほど、じゃあこれがこういうあれで、こういうあれだのか。あそこだって行くんだ、足場。絶対なんかあんだけど、お、何か光ったよ。あ、なんか、あ、そうやって言ってくれるのか、それは助かるな。レッドカード、てれてれてれて。じゃあそれでいいってことか。あ、じゃあ一応まあソロームは揃ったのがよくわかんないけど、カードがいっぱいあるんだ。でそれでいけるようになってんじゃねえか、もしかして。怖いな。まあちょっと、まあそうだな、まあ一旦じゃあ、まあこの辺にしとくか。じゃあちょっと次回、じゃあまた引き続き探索するでしょうか。ではさらばだ。